担当の荒木です。16世紀後半の動乱の九州を駆け抜けた戦国大名、そして戦国の気風を受け継いだ豊臣大名の姿に迫ろうとする展覧会です。九州北部の覇者にして遥かなる世界を見据えた大友宗麟、その強力なライバル毛利元就、島津義久、龍造寺隆信、豊臣秀吉の時代に活躍した立花宗茂、鍋島直茂、小早川隆景、黒田長政、加藤清正など、本展覧会の主人公は一人ではありません。大名たちの生前の姿を伝える肖像画、武の象徴である太刀や甲冑はもちろん、鉄砲や大砲、そして名物の茶道具も登場します。このほかヨーロッパとの交流を伝える南蛮屏風や南蛮漆器、アジアとの貿易で行き来した陶磁器など、海外交流にまつわる品々もたくさんご紹介します。約140件に上る貴重な品々が九州を舞台として繰り広げられた大名たちの物語へと誘います。